にちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は序章英雄の旅路43ページの B 試練から解説を始めていきます。 B 試練第4章。挑戦を諦めている人の問題は、本人が諦めていると気づいていないことです。賢者との出会いがなかった人はすでにこの状態に陥っています。賢者と出会った人と出会っていない人では、思考法に大きな違いが現れます。人間は自分の手に入らなかったものに対して過小評価して逃避し、ウソップの酸っぱいぶどう、手にしているものを過大評価する甘いレモンの傾向があります。キツネがジャンプしてもぶどうには手が届かない。手に入れることを諦めたキツネを傍から見れば諦めたと思えるのに、本人は不要なものとして得ることをやめました。つまり諦めたわけではないと本人は思っているのです。実際は諦めているのに、本人にその自覚がないため、成功への道筋は遠のくばかりなのです。ではここまでの解説を宇野会長、よろしくお願いします。はい、こんにちは。まあ、ここではですね、人間の失敗するパターンを私は3つにまとめてるんですね。その第1のパターンがこれなんです。成功するには何らかの挑戦が必要なんですが、まず失敗する人のパターンというのはですね、自分が挑戦していないと思ってない。つまり自分は決して挑戦を諦めたとかやってないなんて思ってない。でも本当は傍から見てると、この人何にも挑戦してないのになぁと思っちゃうんですね。でもまあ本人からすると、普段の業務が忙しいとか大変な試練の中にいるとかですね、まあ思ってるのかもしれないんですが、実際はそれは大きな意味でのヒーローズジャーニーの挑戦になってないんですね。で、大切なことを挑戦してないから、大切じゃないものがもう周りにいっぱい来てしまって仕事に忙殺されるような状態。だから挑戦してないとは思ってないことが最初に陥る大きなトラップ。ここをですね、常に人間っていうのは問いかけなきゃいけないですね。このヒーローズジャーニーって映画とかと違ってですね、実際に悪者と戦ったりとかですね、人間の人生ってそういうことないわけです。一見するとすごく平坦で、同じようなものの繰り返しの状態でも、挑戦してる人と挑戦してない人に分かれるわけ。だからここのね、微妙なタッチの部分のところが認識できないと、自分が挑戦してない方の人に入っちゃってる、知らない間に。ここがね、人生の最初のトラップなのです。なのです。